何してるんですか？100日強者です。100日ですね、今日ロハンちゃんがだからちょっと韓国は100日にこうやってするんですよ。かわいい。はい、ここにあとはロハンちが起きたらお座りになります。はい、こっちにお座りにして、うん、ここ作り2つをポン。やめる。この作りを2つをポン。やめる。まあこういう感じの100日準備で、あとはケーキ、うんうん、まあ、ケーキ、まあ、買ったんですけど、まあ、ちょっと偽物ですね。あとまあこっちはあのこれはセンちゃん、うん、これゆかちゃんってことで守る、あ、まあ、それが食べるものなかったらチキンにするって感じで。でまあこの上はやっぱあの韓国は餅が入るんですよ。はい、でまあ最後にここは果物、はい、入るんですけど、やっぱゆかは最近かぼちゃ好きで、かぼちゃやろうかなって。私の100日やん。そうですね、まあ基準がゆかちゃんの100日でございます。はい、はい、あの韓国はまたこういう感じであるだから。はい、ありがとうございました。はい、今日はロハンの100日でハッピー100日デイズをやっていきますよ。レッツゴー。それでは一緒に餅を買いに行きますか。じゃあ行きましょう。行ってきます。記念のお餅を買いに行きます。はい、はい、じゃん。どうですか。はい、じゃーん、かわすみだ。なんか怖い。はい、ロアンチ。
百日おめでとう、おめでとう、ロハニ、むとう、ロハニ、おめでとう、ロハニ、おめでとう、ロハニ。こんな感じのロハンチの100日おめでとうパーティー。まあ、もちろんゆかが好きなのばかりですけども、ロハンチも100日で。そうです。健康に病院も行かず、そう、ここまで来れたので、よかったなと思います。はい、これからも皆さんもロハンチと私ち夫婦をどうぞよろしくお願いします。お願いします。こんな感じの韓国の100日でした。インスタグラムと、TikTok フォローと、チャンネル登録もお願いします。お願いします。